はい、ということで今回は新人第2弾ということで、カイジ君を、紹介します。カイジ君とはですね、借金をするも、親に返してもらうを繰り返した人です。メールを一応読んでいきましょう。簡単に説明すると、ギャンブルが好きで借金を作りました。20歳になった途端、クレジットカードの契約やキャッシングなど、あらゆる方法でお金を借りました。朝はモーニング協定、昼はパチンコをしながら競馬、ミッドナイト競輪、一日中やってます。とりあえず首が回らなくなり、親にバレ、親が全て返済をして親に200万立て替えてもらいゼロになりましたが、1、2ヶ月もしないうちにアコムへ行き、2ヶ月で120万借金ができ、半年後に親が払い借金返済となり、審査が緩くなり200万まで借りれるようになり、1ヶ月また200万を借りて親にバレ、親は悩み、依存講習を受けに行っております。私の長所は真面目に仕事をすることができることです。ふざけんじゃねえぞてめえ。カイジなんだけど、パソコン売ったから低スペのパソコンしかないらしい。借金の方にパソコン売ったせいで低スペ PC しかないからマイクラが起動が遅い。絶望じゃん、もう。もう終わりじゃん。なんかもう紹介すらできんで終わるんじゃねえ、ワンチャン。カイジくんフォトラ無理だよ、多分。あ、カイジ来た。7、8年前 GTX660。嘘でしょ？嘘だろ。カイジくん。カイジくんちょっと机って今写真撮って送ってもらっていいか。あ、そうだ、スマホない可能性あるのか。カイジくん、カイジくん、マジか、まさかの地下チンチロエディションのカイジなんだ。借りてきますね。借りてくるか、ちょっと待って、ちょっと待って、借りてくるって何？さすがに嘘。信用情報欠損起きるとあれでしょ？スマホ使えなくなるっしょ、確か。だから別名義で、親名義、そう、親名義とかにしなきゃいけない。すごいな。23とか4にしてまだママフォンってこと？お母さん携帯まだ使ってんの、カイジくん。はい。はよ、取れ、いいから。YouTube のアナリティクスで50と台とかになってる人って全員こういうやつ、全体的にこういう感じ。早く、いいから、スマホで、写真撮って、机の。送りました。送ったのか。カイジくん来てないですね。カイジくん来てないです。どこに送ったの？絵じゃなくて、DM です。Twitter の DM で送ったの？お前はバカか？なんか W でなんか、林まくるのもなんかあれだな。Twitter の DM にも来てないけど。あ、これか。Twitter の DM 送るな。もっと引きで撮ってくんない？これさ、ほんと化石みたいなパソコンでやってるぞ、こいつ。見てこれ。GTX、なんかさ、もうシールがさ、年季入っとるんよ。この、ちょっと剥がれかけてる GTX660M 2GB。多分化石だよ、これ。7年前とか、ジャンク品って感じじゃない？多分。ジャンク品って感じですね。あ、ごめんなさい。サムネ貼っちゃいました。ごめんなさい。関係ないです。DC に送りました。俺、その略し方すんの初めて知ったわ。DC って言うんだ。まあ、ディスコードのこと DC って訳すの？まあ、ありっちゃありなのか。ちゃんと綺麗な部屋に住んでるっぽい。ちゃんとした部屋に住んでる。ちゃんとしてないな。ちゃんとしてない。多分。これ大丈夫？これなんか、デスクトップとかこれ映しちゃまずいものとか入ってねえだろうな。知らねえぞ、俺。ほら。なぜか一円玉。あと、これ何？この、何？幻想。何これ？ここ、サクッと見たやつ何？この。これ何？東宝のゲームです。あー、シモムーと話が合いそうだな。高校の時好きでした。モモムーと話合いそうだ。これ学習机？ちなみにこれ。学習机でこれさ、このはしごは何？この、これベッドってロフトかなんか？これ。このはしごは。ロフト。なんかこれパソコンどうなってんの？これなんか。何が起こってんの？このパソコンの下の部分はこれ。これ何？クーラー？これ何がついてんの？これ下に。下にくっついてるの何？冷却台みたいなやつ。冷却もなんもこんなパソコンまずなんとかしろよ。そんなの買わなくていいからパソコンなんとかしろマジで。わかりました。とりあえず親に買ってもらえばいいじゃん。親にはもう背びれないのか。ん？何これ？は？は？なんだこいつ。何この2枚目。なんかもう買ってもらってね。何これ下にあるやつ。何これ。もうなんかゲーミング PC やないかお前。あれはもっと古いやつ。あ、そうなんだ。もっと古い化石なんだ。今のノートより化石。あ、ノートのは高性能なんだ。モニターつないで、で、デスクトップでやってる気分を味わってるってこと？ Windows 7? Windows 7? なるほどな。限界ギリギリで頑張ります。まあ、売ることもできないだろうな。フルスクリーンにすると止まった時に何もできないです。だいぶひどそうだな。で、仕事は？工場勤務。ちゃんと言ってんの？もうその時点で上だけどな、ある程度。何作ってんの、工場で。鉄です。なるほどな。鉄か。
マイクラみたいな感じっすかね、これ。製鉄してるんだ。そうです。製鉄ならそこそこ給料あるのでは。手取り16万です。借金はいつ返し終わるの？いや、もう返し終わってるんだよ。親にやらせたっていう。親に全部やらせたから問題ない。親が太いの？親金持ちなの？ないです。返してもらったんですけど、さらに、はい？そっから借金します。は？は？アコムのやつです。は？あれは現状です。え、ちょっと待って、え、今の借金いくらってこと？え、ちょっと待った。200万をまだ借りたってことなんだ。親から返してもらったのもう2回目か3回目だよね。で、もう1回借りたんだ。はい。それはご病気です。ギャンブル。だから、あれでしょ？賭博破壊力開示だから、賭博に生きてるから、すごいな。パチンコ打ちながら公営ギャンブルが趣味です。理想のギャンブル大喜利すればいいの？理想のジャンブル大喜利って、でも成立すんのかな？くんさん絶対オフ会したらダメ。確かに。こいつと会っちゃダメだな。一応、工場前様にブレイブメンロード作っておきましたよ。ちょっと行ってみる。ちょっと待って。何その一応って。もう開示ネタじゃん、もう完全に。鉄骨渡りができるような仕様にどうやらしてくれたらしい。じゃあ、工場戦様行きますか？どこ？ブレイブメンロード。無駄な再現やめろ、マジで。しかもこれ、前の町大喜利のやつだ、これ。いくらもらえますか？1000万チケット。1000万かな？ここ開けるんでしょ？ここ開けて突風でバーってなるやつ。再現度高っ。なんなのこの再現度。ちゃんとガラスまである。利根川おるとこやん、ここ。風速プラグイン入れましょう。吹き飛ばされて終わるだけだよ、多分。電流が流れるやつ、手ついたら。あ、当たってる。俺、石田さん役するわ、後ろの。せ、おす、せ。打ち切る。まあ、サクッとこの紹介だけでいいかな。サクッとでいいかな。まあ、今後いろいろ活躍してくれそうだし、なんか借金ネタできそうだし、フェイクボックスと一緒に遊べそうだから、とりあえずカイジ君はこんなもんにしておきましょう。気合だけはあります。で、逆に言うと、気合しかないんだよね、カイジ君。カイジ君気合しかないっていう、気合だけはありますとか、やる気だけはありますって、そう、他がないだけだから、信用が全く置けないんですよね。やる気だけはありますって、逆に言ってやる気しかないってことなので、やる気あるのは大前提だし、気合あるのはほぼほぼ大前提なので、何も自分にはありませんって言ってるのと同義なんですよね、カイジ君。やる気は大事だよ。だからほとんどの人はやる気があるから、ダメなセリフ筆頭って感じ。50人クラフトに応募してくるメールとかで、やる気だけはありますとか、僕は頑張る気だけは人一倍ありますとかさ、他でもね、その動画の編集者の募集とかで、やる気は、人一倍ありますとかっていう、逆にやる気しかないんだよね。一番良くない状態だよね。やる気だけはありますって言葉、口が裂けても言わない方がいいと思います。はい。ということで、くんでした。バイバイ。もういらない。おめえも新規だろ？おめえも新規だろ？アニサキス目指ってない。だってアニサキス逆に言うとさ、あと半年あったところでアニサキス別に咲くか。花は。花咲くと思えないんだけど、あまり。もう無理だよね。あ、これちなみにカイジ君のやつの後ろにくっつけてください。え、アニサキス要素も、なんか俺忘れちゃったけど、アニサキスのことほとんど。アニサキスのことほとんど忘れちゃった、なんか。とりあえずなんかさ、未成年飲酒したやつとしか覚えてない。とりあえず。氷結の人、あ、アニサキス、俺に提案がある。今、黒猫は宇宙を目指したら流してください。アニサキス、俺に提案がある。お前、タコワサにならないか。最近タコワサが減ってきたから、新規タコワサを募集する必要がある。それに、お前の名前の一番後ろ、18って書いてるだろ。タコワサ18、どうだアニサキス。タコワサの数がそろそろ足りなくなってきたから、まだ決断です。アニサキス。なええー、マジで。お前に名誉ある18を与える。やめよ。カイジ18。カイジ増やしても意味ねえだろ。なんでカイジ増やすんだよ。今日からお前の名前はセンだ。今日からお前の名前はタコワサだ。え、ダメ？でももう、無理そうじゃない？正直。アニサキスって、あ、ブロ？あ、ブロあるよ、ブロ。ブロマリオっていうのがあるよ。
ブロルイージとかどう？なんか青いキャラっていたっけ？任天堂で青いキャラ。あーソニックは違うだろう。クッパジュニア系にいた気がする。せめて名前変えるなら主役会にしてください。はい、ということで終わっていきます。はい、こんにちは、くんです。ということでアニサキスくんの名前を変えていこうと思います。はい、じゃあどうする？お前クソ、もうドクターマリオのウイルスの青、ロックマン。あー今までいなかったよね、ロックマンは。エアーマン。あーエアーマンとかマイクラあるのかな、調べてみる。でもブロじゃなくない？別に VC つけてもね、どうせね、あのわめくだけでしょ。どうせどうせわめいて、くんさんお願いですって言っていつものなんかこうやつするだけでしょ。でも想像つくからさ、あーピクミンスキンみたいなのってあんのかな。そしたら青ピクミンから赤ピクミンが全部できるよね。あ、これどう？いいのあった、いいのあった、いいのあった、いいスキンありました。こちらどうですか、これ青ピクミン。これどう？溺れなさそう。あんまり変わんないし。いや、なんかあのピクミンシリーズとかありかもよ。青ピクミン、赤ピクミン、黄ピクミン、オリマーで、それでなんかこう作れるじゃん、ピクミン軍団みたいな。固まってるだけで面白いでしょ。だって事実上のブロだよ。俺以外いらない。じゃあ一人で青ピクミンやるってこと？まあ別にいいけど。別に一人で青ピクミンやんの？じゃあアニサキス名前青ピクミンに変更だよ。一人でやってもネタになんないよね。これの方が可愛い。これ多分ピクミン、これあれだろ、ちゃんとなんかただのモブだろこれ。ピクミンブルー、あーありあり、ノリくん天才だな。ピクミンブルー、ピクミンレッド、ピクミンイエローみたいな感じにする。ピクミンオリマーみたいな。ピクミンシリーズ左遷先として。でね、あの今ね、あのチャットを打ってない人たちがね、あの数人います。あの危機感覚えてチャットが打ててないサキちゃんとか、危機感覚えてチャットが打ててないです。もうあのわらわらわらとすら打ててないです。まずいみたいな。まずい流れ来てるみたいな。ハリエヌさん。いいよ、選んでいいよ。たい焼きか、タコワサか、そのピクミンするか。オリマー発見したからいけます。あー、だいたいできそうだね。たい焼きやれば、コンペイトを殺せますか？知らないよ、そんなの。普通にたい焼きは、あ、でもたい焼きそんなにいらないか、別に。いや、いいや。たい焼きなしで。タコワサにする？ピクミンでいいよ。あー、じゃあ、オッケー。じゃあ、ピクミンブルーで。オッケー。はい、ということで、これ、後ろにつけといてね、これ。あれの動画、おまけでつけといて。アニサキス1本さすがに無理だから。多分まあ、そのうちピクミンブルーになってます。あ、時系列おかしいかもしれないですけど、別に。ピクミンブルー、マジでクソ。あ、もうなってんじゃん。よかったね。このピクミンブルーにしといて。もうなってる。コマンド上はなってるから、これにしといて。はい。ということでね。まあ、時系列は特に合わせる予定ないです。急にピクミンが出てきてた人、びっくりしてたかもしれないですけどね。アニサキスくんでした。まあ、別にあんま気にしなかったからいいよね。はい。よろしく。はい、おつー。